日産プリンスミレー販売の YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。日産 PR スペシャリストの近藤です。日産プリンスミレー販売 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。 EVSV の松野です。今日はね、ここまでご覧いただいた最近出したセレナの YouTube チャンネルをね、せっかく本社ギャラリーに撮りに来ましたので、せっかくなので、僕 EVSV じゃないですか、 PR スペシャリストの方に今日はご登場いただいて、ありがとうございます。 PR スペシャリストとは何ぞやと、はい、あと本社のギャラリーって僕らも言ってるんですけど、結構ね、行ったことない方多いと思うので、どういったところなのかっていうのを日産 PR スペシャリストの方と一緒にご紹介していきたいなと思いますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ早速ですね、日産 PR スペシャリスト、聞きなじみのない方も多いかと思うんですけど、古くは何年からあるお仕事でしたっけ、これは。はい、1963年がもう60年ぐらい前、はい、昔はね、ミスフェアレディって言うと分かる方多いと思うんですけど、旧ミスフェアレディ、今ね、ちょっといろんな大人の事情で日産 PR スペシャリストにいう呼び方でいいんですよね、はい、その日産 PR スペシャリストの方々のお仕事内容ってどういったことがあるんですかね。はい、基本としてはこのギャラリーを拠点としてお客様に日産車についてご紹介させていただいております。またその車だけではなく、日産が行っている取り組みでしたりとか、車作りに関わる全ての方の思いを余すことなくお客様にこう伝えていくというものが主な仕事内容になります。もうそのままですね。そうでございます。日産の PR のスペシャリスト、はい、ショールーム、ギャラリーで説明したり、はい、他にどんなところ行ったとかは。はい、そうですね、このギャラリー街を飛び出てとなりますと、例えば東京モーターショーでしたりとか、はいはいはい、東京オートサロン、またそういったお客様に向けてのイベントだけではなく、社内のイベントですと、例えば販売会社様の表彰式の司会を務めたりですとか、はい、また社内のイベントなどの司会なども行うことがございます。ちなみに、はい、近藤さんは日産の車が好きでなりたいなとかってなった感じですか。そうですねやはり日産車に対する思いもありました。最初の入りですと、ワイルドスピードを、はいはいはい、ご存知ですか。はいはい、ワイルドスピードに GTR が出ていると思うんですけれども、ね、はい、メインで、でそこで私はもともとその映画が好きで、あ、国産車が出てる世界的な映画でと思って、あ、日産自動車っていう車の GTR なんだって、まず最初の入りは日産との最初の接点っていうのは私はそこからですね。そこから知人からの話を聞いたりなどして、こういった日産を PR する仕事があるっていうのを知ってから、興味を持ち始めたのがこの仕事を目指すきっかけになりました。ちなみに、そのミスフェアレディじゃなくなったので、はい、今日産 PR スペシャリストじゃないですか、はい、男性もなれるんですよね。はい、今実際に採用活動も行っていて、実際の学生さんの採用説明会などにも、はい、学生さんで男性の方もご参加いただいてます。はい、なれます。ぜひ、どうですか、これ見てる日産の方、よければお願いします。お願いいたします。あと、こんなところアピールしたいとかあります。こんなところをアピールしたい、私たちの仕事は日産のそのコーポレートメッセージをお客様にお伝えするっていうこともそうなんですけれども、例えばこのギャラリーで働いていて、はたまたどこか出張に行って、うん、そういった東京モーターショーやオートサロンに出てっていうところで、全ての所作であったりとか、言葉遣い、言動というものが、そうですねお客様にとっての日産のイメージにつながるっていうところを意識して日々働いています。日産の販売会社のチャンネルとしての所作大丈夫ですか、伊藤君。いいか悪いかって言われるとちょっと難しいと思います
包みましたね包みましたね、オブラートに。でこかぶってるんで、僕あでもやっぱりそのギャラリーに来られる方って日産好きな方がやっぱり多くいらっしゃると思うんですけど、こうなんかこうそういうお客様とのエピソードで嬉しかったこととかっていうのはありますか？はい、今でも鮮明に覚えていて、なおかつ今もいらっしゃっていただくんですけれども、私が入社して1年目の時に、大体こう私たちの業務が年を追うごとに何年か継続していくごとにいろいろやれる幅が広がるっていうところがあるんですけれども、まず1年目にワークショップといいまして、普段皆様にご覧いただいているプレゼンテーションっていうのはきっちりも台本があって、作られたものを暗記をして、で日産の車に対する思いを余すことなくお客様にお届けするっていうところが大切なところになるんですけれども、そのワークショップというのはもう自分自身でその例えば紹介したい車でしたりとか、紹介したいこのギャラリーのこの場所を紹介したいとか、この今回のイベントを紹介したいというのを自分自身で文章を組み立てて、お客様にどうしたらこうよく伝わるだろうかとか、お客様に楽しんでいただけるだろうかっていうのを考えて、ワークショッププレゼンテーションっていうものを作成するんですが、その初めて作成したリーフで作成したんですけれども、その充電スポットとか充電の仕方がどうやるのかとか、初めて電気自動車に触れるお客様だと、そういったところがネックになったりっていうことがあると思うんですが、どうですかね。そうですね、EVSV なんですごい今気になったんですけど、はい、やっぱりそういう初めての方って分かりづらい部分あるじゃないですか、はい、それは気になりますね。一番最初に多分電気自動車に対して気になるところだとは思います。なので私はそのやはり EV のリーディングカンパニーとして日産自動車ありますので、はい、そういったネガティブなところを私が作成したそのワークショップで聞いていただいたお客様に、少しでも電気自動車いいなと思ってもらえたらいいなと思って作成したんですけれども、その中にデモンストレーションでリーフに充電をしてみるっていうようなデモンストレーションを取り入れてワークショッププレゼンテーションを作ってみたんですけれども、その時にたまたま来場してくださっていたお子様がいらっしゃって、でよかったらお兄ちゃんやってみないっていうふうに声をかけたんです、そしたら喜んでやりたいっていうふうに来てくださって、でお母様も動画を撮影されていて、で実際にそのデモンストレーション参加していただいて、でそこからの接点で、すごいあの時楽しかったんですって、2度目来場していただいて、で3度来場していただいてっていうことが続いて、私自身を訪ねてくださったりとか、お客様とそういった何でしょう、コミュニケーションといいますか、そういったところがやりがいだったり、日産を少しでも好きになってくださったかなって思えると、すごく仕事をしていてよかったなと思いますね。その方今リーフ乗ってますかねもしかしてその、ね、お子様がね大きくなってやっぱり日産車乗ったりだとか、はい、そうです ね, ね興味持っていただけるきっかけになると思うので、はい、ぜひね今まあ結構やっぱりお子さんとかも来られる方は多い、非常に多いです、週末だと、はい、でそういう方がねこう日産の良さとか、はい、多分ちっちゃい時って車好きじゃないですか、はい、もう男の子が特に多いですよね、好きでっていう方が多いですね、まあ、その中でもね日産車をねこう好きになっていただけるとかね、広めていただけると、これを見てる、ね、YouTube 見てる方もいらっしゃいますし、まあ、販売会社の方いろんな方いると思うんですけど、まあ、そういうなんていうんですかね、広告とか販売だけじゃなくてね、はい、こういう本当にいろんな方に広めていただくっていうところで PR スペシャリストってことで、はい、はい、あと来年、あと1年、あ、特に人気は決まってないですね、はい、ね、もしかしたらそのお子様が大きくなった時には買いに来てくれることを祈って、はい、もしかしたら見てるかもしれないので、ね、そうですね、見てますか、はい、車買えたらプリンスミエで、 YouTube すごい見てるっておっしゃってました、はい、電気自動車買うならプリンスミエでお願いしますちょっと遠いかもしれないですけど行きます。じゃあその、ね、せっかく普段、まあ、普段はじゃあギャラリーが、はい、メインですね、メイン、はい、そのメインのね、ギャラリーもせっかくなんで紹介してくれるそうなので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。